今日はフクロモモンガがやってきました。大変人気な動物ですね。来た理由はなんと同居のフクロモモンガとバトルしちゃったということです。このように指先から出血が見られますね。こちらは擦り傷が認められます。フクロモモンガは非常に警戒心が強い動物です。噛まれたら痛いのでね、手袋つけましょうね。噛み傷は口腔内の細菌がそこから感染してしまうことと、あとは非常に痛いので痛み止めと抗生剤打っていきます。この子は比較的ハンドリングもしやすくて注射も落ち着いて打つことができました。喧嘩相手も一応ラインされたんですが、その子は無傷でしたね。激しい喧嘩の場合は指が取れてたりとか爪が取れちゃうこともあるのでね、早めに来てくれてよかったです。フクロモモンガは比較的担当外というよりかは群外が推奨されるんですが、やっぱり相性はありますんでね、その辺は注意してください。ではお大事に。今日は真っ白なポメラニアンがやってきました。やってきた理由はなんとマスカットの誤食。マスカットの誤食は腎臓に障害が出ると言われてます。飼い主さんもすぐに連れてきてくれたので、まだ若いこともあったのでお薬を使って吐かせてもらいます。秋はシャインマスカットの季節なのか、何回かこのような子が来院されました。一粒しか食べてないんですけれども、正直腎臓が悪くなるかは個体差があるので、このままにしておくことの方がデメリットが大きいと思ったので今回は吐かせてます。口をペロペロしだしたら吐く前のサインですね。今回はご飯と一緒に出ましたね。出たもののフードをかき分けてみると、噛み砕かれたマスカットが無事に出てきました。吐いた後も病院で預かりながら副作用が出ないかとか吐き続けないかを見ていきます。もう食べたことも吐いたことも忘れてそうですね。いやね、先生も君の腎臓を思ってやったんだよ。だから仲直りしよう。救急医は初めましての子が多いのでなかなか仲良くなれません。でも無事に出てよかったね。ではお大事に。はい、今日はジャンガリアンハムスターがやってきました。来た理由は呼吸が早いということと、普段よりぐったりしているということで LINE されてます。来た時は割と活動性あったんですけれども、ケージに入れるとすぐにこういった形になってしまいます。体重を測るとちょっと結構ぽっちゃりかもしれないですね。ではね、しっかりと見ていきましょう。レントゲンを取りまして、その後ですね、割といい子にしてくれたのでエコーを見てますね。こういった形でね、ハムスターもエコーを見ることができます。レントゲンはこんな感じ。胃の中に結構ガスが溜まってるんですよね。でこの子は結構経過が長いので、飲んでる薬もかなりあったことから、こちらでは消化管の運動を促進する薬を飲ませるようにしました。ハムスターのね、投薬はこんな感じでこうやってやればね、スムーズにできますんで、病院内での活動性もそこまで悪くなかったので、こちらのお薬を出してそのまま明日かかりつけに行くようにお伝えしました。結構ね、元気に動いてますね。聴診しようとしたけど、これでかいね、聴診器が。そのまま元気になってね。ではお大事に。はい、今日はシュナウザーとプードルのミックスがやってきました。やってきた理由はなんとキシリトールガムの誤食。キシリトールは低血糖や肝障害を引き起こす非常に危ない食材です。早速血液を見てみると、めっちゃ低血糖。これはすぐにでも血糖値を補正しなければ。お腹にあるキシリトールガムを出しつつ、血糖値を血管に直接投液を入れて補正していきます。意外とね、低血糖と思えないぐらいこの子は意外と元気でした。キシリトールガムのね、ボトルをね、普通に置いておくと食べちゃうんですよね。おなじみのお薬で無事に入ってくれて、その後は血糖値も元に戻ったのか。いや、まだ帰っちゃダメだよ君。低血糖の場合だとまた血糖値下がるかもしれないので、なかなか返せないんですよね。大体の子は入院になると思ってもらった方がいいと思います。にしてもシュナップ可愛いな。人間の歯は健康にするキシリトールでも、ワンちゃんが食べると非常に危ないので、皆さんぜひ気をつけてください。ワンちゃんの歯の健康はキシリトールじゃないもので頑張りましょう。ではお大事に。はい、今日は豆柴の3ヶ月にやってきました。この子がやってきた理由は食欲不振と下痢と嘔吐。おまけにパルボウイルスにかかってるかもしれないということ。この病気は子犬がかかりやすく致死率が高い病気です。早速採取したうんちから調べてみたところ、めちゃくちゃ陽性の線が出ている。血液検査でも白血球の減少やアルブミンの低下などの異常値が認められます。この子は一晩入院することになりました。まだ家に来たばかりの子、入院大丈夫かなってめちゃめちゃくつろいでくれてる。それなら注射も頑張ってくれるかなね。大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。いや、めっちゃ暴れてる。子犬の時は何といっても食事が大切。特に白血球が少ないからしっかりと血を作る必要があります。自分から食べないんでこうやってね、食べさせてますね。一晩の入院治療でしっかり立てるようになったね。そしてパルボウイルスは自然界で1年以上も生存するというとてつもない感染力を持ってるので、院内感染は絶対に防ぎましょう。今晩を乗り越えてくれてありがとう。きっと完治してくれるって信じてるよ。ではお大事に。はい、今日はクレステッドモルモットがやってきました。やってきた理由は乾燥剤の誤食。成分がわからない、そんな時はググります。こういった商品は意外と出てくるんですよね。調べた限りではモルモットに毒性はなさそうです。体重は 800g。
今回は乾燥剤だけじゃなくね、外装もしっかりペロリと平らげられてるんで、お腹の張りがないかどうかや体温を測ります。すごい体勢だな。平熱ですね。こういった外装はレントゲンに映ることは少ないので、食べた時間から大体の場所を推定しますが、モルモットはね吐けないんですよね。今回は何の処置もせず様子見となりました。そして恒例のチモシアゲアゲタイム。こっち側なら食べんのね。ちょっとしたきっかけでね、こういう子たちはご飯食べなくなるんで、病院に行くポイントを伝えて今日はお返しです。夜間に来てね、何の処置をしないっていうのもだいぶ勇気はいりますが、検査や処置が本当に必要なのかっていうのをね判断するのが大事です。しっかりとうんちで出してね。ではお大事に。はい、今日はカラヘビがやってきました。まだ生まれて間もない3ヶ月の子ですね。来た理由はぐったりして食事も食べなくて呼吸が早いということで、手足が痩せていて尻尾の損傷も認められます。刺激してもなかなか動かないぐらいかなりぐったりしてます。レントゲンを撮ってみると明らかな肺炎はないものの、食事が入っておらずかなり痩せてますね。かかりつけで治療中っていうこともあったので、こちらでは栄養剤やショックの緩和をしていきます。はい、じゃあ注射しましょうね。ちょっと待って、捕まえたって注射は痛がりよね、ごめんね。しっかり押さえて注射を打ちましょう。トカゲの場合は速攻性を持たせるためにお腹にある脂肪体に注射を打ちます。カナヘビは小学校の頃によく捕まえましたね。その頃は獣医になって、まさかカナヘビを治療する側になるとは思いませんでしたね。早く元気になってね。ではお大事に。はい、今日はポメラニアンがやってきました。生まれてまだ半年の子、来た理由は抱っこしてるところから飛び降りてしまったとのこと。痛くて左の前足を地面につけることができません。これぐらいの見た目の時は大体折れていることがほとんどですね。1メートルから落下しているので、骨だけではなく意識レベルや脳の神経的な異常がないかもしっかり見ていきます。正直ポメラニアンは1メートルの高さだったら大体折れますね。しかもほとんどが前足。早速レントゲンを撮ってみたらしっかり折れてますね。これだと左の頭骨と尺骨がどっちも折れてますね。飼い主さんに折れてることを説明して痛み止めを打ちます。そこから翌日明かりつけ医に行くまでにずれないように包帯をしていきます。小型犬の骨折は大体手術になるんですけれども、夜間で緊急手術をすることはほとんどないです。検査も処置も終わったから襟から取ってあげるね。ちょっと包帯歩きづらいと思うけど一晩我慢してね。明日しっかり見てもらってね。ではお大事に。はい、今日はチンチラがやってきました。やってきた理由は左目が開きづらいとのこと。体重は 600g。 それでは目の角膜に傷がないかどうか染色していきましょう。白い毛色の子はこの染色液がつかないようになるべく気をつけます。他の色ないんかな。暗いところでライトを当てるとこの黄色い部分に傷が認められますね。左目だけでなく右目もしっかり見ていきます。結膜にもかなり充血が認められますね。チンチラのこのような角膜の傷の場合は外傷が非常に多いんですけれども、やっぱり歯の問題でもねなりますんでね。歯は特に問題なかったので恒例の目薬ですね。やっぱりこういう子たちはね、膝に乗せると落ち着いて目薬させてくれるんですよね。ぜひ試してみてください。目薬が終わったらチモシアゲアゲタイムなんですけれども、この子はそんなに欲しがらないんですよね。お家帰ってたくさん食べてね。ではお大事に。はい、今日はフェレットがやってきました。やってきた理由は1メートルの高さから落ちてぐったりしてるとのこと。後ろ足がうまく歩けなかったり粘膜の蒼白が認められます。状態に気をつけながらエコーと血液検査。エコーでは肝臓の主流、そして腹水の貯留が認められました。そして血液検査では低血糖。肝硬素値も高いですね。血糖には毎度おなじみ糖分を血管に入れていきましょう。フェレットは体の割に結構血管細いんで静脈のルートは取りづらいです。そして何よりくねくね動くのが補定しづらいんですよね。救急に来るフェレットのぐったりは大体低血糖になっていることが多いので皆さん気をつけましょう。この子はだいぶ定期的に病院に行ってたんですが、肝臓の腫瘍はまだ指摘されてなかったみたいですね。でもフェレットってとっても可愛いですよね。なんか低血糖も補正されて腹水も増えてなかったので、このまま朝にお帰りになりました。早く元気になってね。ではお大事に。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。